変身が解けてもダークオーバーの魔法は続いている。分かってはいたが、こうも心を蝕まれるとは。我慢できない。飢えた狼のようなこのどす黒い食欲。ベネット、お前ですらうまそうな肉としか思えない。俺はもう終わりだ。だが無意に朽ちるものか。こっちじゃレバンタン。さあ眠れ。全てを飲む夢を見ながらな。私は誰かお前にはわかるだろう。さあ世の声に応えよ。世界に審判を下す時は来た。終焉は今世と共にある。この世の保存を吸い尽くし力とするのだ。抜け殻となった大地を神の矢で打ち崩せ。ひどい姿だな。これがあのバレンタイン王の慣れの果てか。生きていたのか、イングベイ。こそこそと隠れ回る小心者。あんたこそ冥界ではオデットの故障だったそうじゃねえか。相変わらず口だけは達者だな。とても高潔な我が血を引く男だとは思えぬ。そうかな。よく似てるぜ。力に狂っているところなんか特にな。力？お前に何の力がある？見せてやるよ、ダークオーバー。タイタニアでの恐怖を今一度。まさか。大事な大事な結晶炉をガラクタにしてやる。捨て身で世に挑むというのか。そうだ、嫌な話だろう。国を滅ぼした狂気の王子はその命で残った仕事をやり遂げるんだ。まただ、魔力が働いておる。誰かがダークオーバーの秘術を再び。やめてくれ。この朽ちた肉に知恵の渇望が湧き立ち、まがまがしき閲楽が心を狂わず、心が黒く塗り替えられていく。うわ、来たな、あの女の家来ども。再び世を抑えつけるために。ガロン、その腕をカセで縛り付けていた我らの女王は闇に消え、王の自由を妨げる者はもはや誰もいない。ならば従え、墓守ども。お前たちが闇の力を糧とするなら、この黒く渦巻く力に従え。今より書を率いて王国を目指すのだ。死の国から出る道はない。全女王が道を閉ざされた。何だと？ご安心なされよ、ガロンも。出る方法ならありまする。何者だ？あなた様のしもべ。見目は変われど忠義は変わりません。三賢人の一人、ベルドです。知っておられますから。
死神たちは生と死の境を自由に行き来できるのを新たな冥府の権力者として命じればよいのです。連れて出ろと。死神、その骨張った弓で運べ。余と忌まわしき者たちを聖者の国へ運んだ。命という命を食わせるために。これはどうしたのだ。大地が崩れて沈み始めています。なんだと。おお、海水が押し寄せています。この勢いでは我々の国が海中に没するのは時間の問題です。予言にある終焉が始まったというのか。オニキス様、おお、どうすれば。このままではどちらにしても後はない。すべての炎を上げて内陸に進軍する。しかしそれでは我々は世界樹で滅ぶ運命に。世界樹などと呼ばれる木がどこにある。俺は信じぬ。人間の予言など。森という森を焼き払い、予言が偽りだったことを示そう。この炎に住む全てのものに伝えろ。世界を奪う時が来たと。オーダイン様、このままでは。ガロンが冥府の王だと。我が軍は残っている部隊はどれくらいだ。すでに尾の兵隊は全滅です。ワルキューレ隊が門が破られ、敵が王宮に流れ込んできます。ああ、この日が来ることは分かっていた。そのためにバロールを作り上げたのだ。あれさえあれば。来たぞ。我が命で王を守らん。静かだ。剣撃の響きすら聞こえん。わしで最後というわけか。あれほど多くの死神を一度に見れば、どんな戦士も血の気が失せるだろう。グリゼルダではないか。この終焉に紛れて出てきたか。お前には父親らしいことをしたことがなかったな。お前のために死ぬのならそれもよかろう。これからはずっと一緒にいられそうだ。満足か、グリゼルダ。そうか、お前は可愛い娘だ。予言にある死の凱旋じゃ。見張り台から見ると山向こうまで漆黒の軍勢が埋め尽くしておる。あの死霊どもはすぐにもここへやって来よう。ではラグナネイブルはすでに。姫、気を確かに。今はここから避難せねば。先に異変を察知して出て行ったオズワルドが気になるな。こちらです、グエンドリン様。この者が安全なところにお連れします。ミリス、ごめんなさい。私の槍を持ってきて。グエンドリン様、オズワルド様を追います。いけません。心配しないで、私はワルキューレ。追い詰められたら空に逃れます。さあ、お前たちは行きなさい。姫、落ち合えるのならホルン山で。
来るわ。急いで。ご自身にある役目を忘れない。